右胸に、第3級防衛功労賞を着用した、田も上夫航空爆料長防衛功労賞とは、自衛官が着用する希少の一つ。防衛賞の功労表賞である特別及び、第1内市第5級章紙の副章として授与される。第3級防衛功労章章紙には、特別と、第1級から第5級までの6等級があり、第3説、第2条第1項。 功績があった隊員に対して授与される。特別少子は内閣総理大臣、第1級少子は防衛大臣、2級以下の少子は防衛大臣またはその委任を受けた者が授与する。そして特別少子第1級から第5級までの少子を授与される隊員に対してはそれぞれその少子に添えて特別防衛功労省、第1級防衛功労省、 第2級防衛功労賞、第3級防衛功労賞、第4級防衛功労賞または、第5級防衛功労賞が授与される。防衛記念賞と異なり終身保有することができ、自衛官だけでなく、自衛隊員も着用できる。受賞者が死没した後もその遺族が保存することができる。かつては、第2級少子受賞者までが、授与対象であったが、平成12年度以降は、 第3級少子受賞者まで、平成31年度以降は、第5級少子まで拡大されている。正式は、縦長の曲光の中心に、楕円形の主玉を王家が囲んだものが配された図用で、主玉の色は、特別が赤、1級が紫、2級が緑、3級が紺、4級,級が木、5級が藍となっており、これは、宝鐘の各色に対応させたものである。 曲行は2級以上が金、3級以下が銀である。左胸上部に着用する。なお、銃をつけない、防衛功労賞を複数を有している場合に、着用できるのは最上位の1個のみであったが、銃をつけるタイプになってからは保有する、防衛功労賞を全て着用できるようになった。自衛隊発足から現在に至るまで、特別防衛功労賞を受賞した者はおらず、 1> 第1級についても受賞者はごく少数で、複数受賞者は、元自衛隊体育学校長の三宅義信と2012年ロンドン五輪レスリング金メダリストの小原瞳の2名のみとなっている。防衛省は、使命感を醸成しうる処遇の改善を目的とした、防衛厚労省の拡充費用として、平成26年度防衛予算の要求に約7000万円を盛り込んだ。その内容は、 舞台功績に係る新たな貢献賞の新設と防衛功労賞の形状変更である。さらに、平成31年度予算に約6、0円を盛り込み、第4級賞誌及び第5級賞士に対応する防衛功労賞を新設することとした。ありがとうございます。